フィン、サステナブルな農と暮らし、貸し切り列車で行く食育体験ツアー。トゥインクルさん、今日は何をするの？うん、今日はね、トゥインクルさん、お料理教室をね、担当するんだ。お友達いっぱい来るかな？ね、60人ぐらいいるらしいよ。ワクワク、楽しみだね。みんなはどこにいるのかな？みんなはね、今、小川町のね、美味しくて体に優しい有機野菜をね、収穫しているんだ。収穫？来ないかな？お、みんなの声が聞こえてきたよ。今日ね、一緒に、こんにちは、みんな、ひらりだよ、よろしくね。野菜いっぱい取ったかな？よし、この収穫したてのお野菜さんたちでお料理するよ。包丁使ったことある人いる？おー、すごい。包丁を初めて使うお友達もいっぱい。はい、インクルさんと今日包丁使う前のお約束。はい。その1、包丁を持ったまま歩かない。この3つのお約束、守れる人？よし、はい、ピンクルさんと一緒に包丁の使い方をお勉強しよう。奥の方に向かってスースーって下ろすよ。素晴らしい、みんな上手。よいしょ、よいしょ、キラキラリン。わーすごい、みんなのできたがいっぱい。おー、すごいね。花の少ない切り方を学ぶと SDGs の目標につながるんだね。切ったお野菜さんをオリーブオイルでソテーしたよ。カレーにトッピングするんだ。自分とお家の人のトッピング炒めれたら次、野菜ラッシー作ります。うわー、トマトにキュウリ、ムーシンサイ、シソ、お野菜さんがいっぱい入ってるよ。じゃじゃーん、出来上がり。今日のランチメニューはトゥインクルさん特製夏野菜たっぷりバターチキンカレーにポトフに野菜らしい。お野菜さんは全部風の丘ファームさんの有機野菜だよ。おいしい。やったー、おいしいがいっぱい。みんなのお腹がいっぱいになった後はSDGs と食育についてのパネルディスカッションとクイズ大会。農林水産省の高橋さんと風の丘ファームの田下さんと一緒にお話ししたよ。みんなのお家から出るゴミの量、日本全部集めるとどれくらいかなっていうクイズ出したいと思います。日本の食品ロスの量？SDGs のつながりや今日からできる SDGs についてたくさん学んだよ。せーの、おはまち。最後はみんなで記念撮影。トゥインクルさんとパシタさんとはこちらでお別れになりますので、はい、お礼を言いましょう。ありがとうございました。はい、また会おうね。じゃあこのままバスに乗っていただきますか。バスに乗る前にトゥインクルさんからプロポーズを受けます。おはまち最高。はい、はい、ほら、ありがとうございます。楽しかったですね。みんなに喜んでもらえて、はい、とっても嬉しかったです。 SDGs のためにできること、毎日少しずつやってみることがみんなのため、地球のためにもなる。素敵なことだね。またみんなに会えるの楽しみにしてるよ。